お疲れ様です。本日4月8日朝6時の相場解説いってみましょうか。今日のテーマはね、上部レンジを意識するっていうことで、先週から引き続いた、レンジをちょっと使っていこうと思います。レンジのパターンは上と下、上部レンジ、下部レンジ、そして全体レンジってことになります。まあこういう言い方するのは初めてなんですけども、意味は分かりやすいと思います。で、まずね、この日足を見ていただくんですけども、上昇トレンドと言えなくもないような動きがあります。これは皆さんも意識しているところだと思いますけども、ただ2週間ほどね、ここで価格って止まったままになってるでしょ。これはなぜかっていうと、やっぱりこう152円の介入警戒水域があるからなんですよね。まあですので基本的には152円以上にはならないという前提で、考えていった方がよろしいかと思います。まあそうなっていくときに、この2つのレンジが、上部レンジ、下部レンジ、全体レンジというのがね、使えるわけなんですけども、だからといって大きく円高の方向にね、下に行くわけではないんですよ。やっぱり基本的には円安っていうのはもう、とどまるところ知らずにね、先日の日銀の利上げの発表、これね、追加利上げの発表あるみたいなんですけども、なんか利上げの発表があったら通常ね、円高の方に向かうはずなんですけども、これはね、財務省も日銀もそういうふうに意識したはずなんですけども、なんとトンチンカンなことにね、円安の方向に向かっちゃうわけですよね。で、神田財務官が慌てて口先介入するみたいな、まあ、お手つきをしてるわけなんですけども、もう一体ね、どんな経済政策やってるのか、こうやって FX を意識してると、もうバカもんとしか言いようがないことばっかりやってますね。はい、それではちょっと4時間の方を見ていきましょう。はい、4時間なんですけども、上部レンジってのは言うまでもなく、こちらです。で、下部レンジってのはこちらの方になりますね。そして全体レンジっていうのはこれです。全体レンジでやっと60ピップスの上限になるわけですけども、値動きがほらちっちゃいですからね。だからこの2週間の値動きを見て、これが下部レンジ、これが上部レンジ、そして全体レンジはほんの最初のね、ちょっとだったかなっていうところですね。で、これがえぐれた状態のところが何箇所があるかなって、ちょびっとここでえぐれてすぐに戻る、えぐれたけどもすぐ戻る、下の方にえぐれたんだけども、まあすぐに戻るみたいな感じで、今週も結局このね、全体レンジを使いつつ、上下60ピップスので、今日からスタートする1週間15週目っていうのは、上のレンジを意識するところからスタートした方がいいんじゃないのっていうことです。さあ、それで今日やることなんですけども、まあご覧のようにね、上部のレンジを意識した際に、価格がこの上部レンジに集まってるでしょ。151円の487から151円の802まで集まってるでしょ。だからこの間のレンジで考えていくわけですよ。ですので、もう間もなく倍の方に行くフェーズに入ったかなっていうのと、移動平均線もこう広がるように上に伸びてますんで、今から倍に入ってもいいぐらいですよね。そしてもう一つ懸念点なんですけども、下の方に行って、それがね、止まらずに突き抜けた場合、それは下に向かってのブレイクになりますんで、ここまでの範囲をセルで狙いに行くってことになります。ただし、急速に上に戻る可能性があるのはもうね、先週身に染みましたんで、深入りは禁物、巨大ロットは禁物ですので、普段と同じロットか、まあ、ちょっと落とし目のね、軽いロットにした方がよろしいかと思います。で、場合によっては今日月曜日ですから、じっくりと様子を見た上でエントリーするかどうかを決めるっていうことはね、それぞれ皆さんでされてください。まあ私は今から、まあちょっと言わないでいきましょうか、私の個人的なことは。はい、じゃあ今回は以上です。FX オリガルヒの方はまた追加放送させてもらいます。